年金についてまあ、不安だという声いろいろ聞かれましたね,したねまた若い世代からはやっぱりちょっとまだ関心がね、うん、あんまりないのかなっていう声もありましたよねではここで改めて年金制度について詳しく解説していきますこちらをご覧ください一般的に年金制度というのは3階建てと言われているんですねはい 1>, 1階は国民年金、こちらは基礎年金と言われるものでして対象は全国民となります、まあ、自営業ですとかフリーランスなどの方はこち,こちらですねで2階は会社員や公務員などが対象となる厚生年金と言われるもので基礎年金にわれわれの給料に比例して払い込みをしているものになります。は,い3階は 企業年金や伊でこといった年金です。この一部分と二階部分は公的年金と言われて、三、はい、階部分は私的年金と言われています。今回この公的年金の払い込み期間について見ていきましょう。はい、払い込み期間ですがこちらですね。一階部分の国民年金は二十歳から五十九歳までの四十年間となります。他、はい、年金は 65歳から受け取れることになっています、はい、厚生年金を払っているサラリーマンですとか公務員の方というのは60歳で、えー、定年退職し再雇用で65歳まで働く場合はこの再雇用期間もあの厚生年金払っています、えーはい、で年金を受け取るのは国民年金と同じ65歳からとなります、はい、で今回 この国民年金の五十九歳までの払い込み期間を六十四歳までの五年間延長しようという動きが出てきているんですね。ではこの五年間延長した場合どんな人に影響が出るのか、何が変わるのか、なぜ行うのかを見ていきます。まずどんな人に影響が出るのかというのは国民年金に加入しているまあ自営業の方、まあフリーランスの方、さらに厚生年金に加入している方でも。 定年を迎えた後お仕事せずに65歳までの方<っ>これらの方に影響が出るんですあの従来ですとこれらの方は59歳まで年金を納めて65歳の時給受給開始までの5年間というのは年金を納めなくてよかったんですね。 とということはこう年金受け取るまでの5年間はその分、支出が少し抑えられるということでまあ暮らしもその分、例えばこう収入の中からやってくださいねですとか退職金で暮らしてくださいねですとかそういったことだったんですねそうなんです、はい、ですのでまあこれらの方にとってはまあ支,出が支出する期間が増えるということで負担増とということなんです、えー、ではこの払い込み期間の延長によって何が変わるのか見ていきましょう。こちらです、はい 受け取るる年金額が変わるんですね、はい、今の,あの制度現行の制度で考えますと、はい、5年分の払い込み期間が延長されるということはその分払い込みの総額が増えますよね。ええとなるとこちら65歳以降に受け取る年金額にも反映される仕組みでして受け取る年金額が増えるという仕組みなんです。ええ、が今 少子高齢化が進んでいて高齢者を支える現役世代が少なくなっていますよね、まあ、つまり年金の収支のバランスが偏り始めているということでこの年金制度を維持するために年金の収入と給付のバランスを調整しようと年金の給付額の伸びを抑える仕組みが導入されているんです、はい、ですので5年延長して増えた分もまあ、時給額に反映されるの ですが思ったほど形には現れないかもしれないということなんです。そうなると今回の払い込み期間の延長のその理由っていうのがちょっと分からなくなってきますよね。うん、なぜっていうところですよね。はい、なぜ延長しようかということですけれども。はい 年金の財政全体で見てみますと今回の延長で年金の収入の部分を担う人というのが59歳歳から64歳で維持されますよねで保険料の収入が増えれば、まあ、その分年金制度の持続性が高まるですので払い込み期間の延長が今提案されているということなんです。